レーディアントシルバーガン、レーディアントシルバーガン、ラジアントシルバーガンはトレジャーが開発、発売したタテスクロールシューティングゲーム。1998年5月下旬にアーケードゲームとして稼働。1998年7月23日に家庭用ゲームとしてセガサターンに移植された。3D 表現を取り入れたオーソドックスなステージクリア型の横画面。 縦スクロールシューティングゲームであり、プロジェクト RS の第1作目。最大の特徴は、時期の攻撃方法で、3つのボタンを組み合わせて押すことにより8種類の攻撃方法を用いることができる。他の特徴として、パズルのようなボーナス加算方式が挙げられる。ほとんどの敵は赤、黄、青のいずれかの属性を持っており、同じ色の敵だけ倒し続ける。 特定の順番で色のついた敵を倒すなどでボーナス特典が加算される。なお、特典が時期のパワーアップに関連することも特徴。スコアは経験値として扱われ、敵を倒した時に使用した武器がパワーアップしていく。特典を稼がないと時期は弱いままで、クリアすらままならない。ボス戦の弾密度が高いが、敵弾を任意に消せる機会が豊富なこと。 特定の方法でさほど苦労をせずに回避できる弾幕が多いこと等から弾幕系シューティングの範疇に含められることは少ない。以上の要素はこれまでのシューティングゲームで軽視されがちだった狙い撃つ感覚とこれまでのシューティングゲームの攻略に不可欠だったパターン化の要素を結びつけるために取られ構成である。本作品で採用された属性システムによる特殊なスコアシステムと 単発ショットによる狙い打ちは、プロジェクト RS に共通するコンセプトとなっている。グラフィック面では、背景やキャラクターは、ポリゴンとテクスチャマッピングを混合した 3D で表現している。背景は、同時発色数16色のみで作られている。これは、アーケード基盤より、3D 性能の劣るセガサターン見え、完全移植するためのメモリの節約が目的であった。 独自のメッセージ性を持つ終末論による世界観を持ち、先本人氏によるオーケストラ調の BGM 演奏に内部音源を使用は発売から時間を経てサウンドトラックが再発売された。1998年のゲーメスト大賞ではゲーメスト大賞で10位、ベストシューティング賞で2位と共に同年に発売されたエスプレードに次ぐ結果となった。しかし、 年間ヒットゲーム20では、プレイヤーインカム人気どちらもランク外である。家庭用ゲーム機向けには、アーケード版稼働から約2ヶ月後に、STV 基版と互換性のあるセガサターンで、移植版が発売されたほか、2011年からは、XBOX ライブアーケード、XBOX360 にてグラフィックのリファインや、新モードの追加を行ったリメイク版が、配信されている。 2017年には、Xbox Live Arcade 版が、Xbox One の広報互換に対応した。西暦2520年、古代の地層から発見された、石のような物体が放った光で、全人類が消滅。1年後、衛星軌道上に退避し、消滅を免れた、数名の生存者と一機のロボットは、人類の生き残りをかけて地球への降下を行う。 方向インターフェース、8方向レバー、あるいは十字キーと3つのボタンで構成される、トップビューの縦スクロールシューティングゲーム。全6ステージ。ただし、ステージ自体はさらに A、E のエリアに細分化されているエリアの最大数はステージによって異なる各エリアには、最低1体のボスキャラクターが登場し、これを撃破。 あるいは出現から一定時間経過させ自爆させることで次のエリアに進むことができる。エリア間は暗転や場面転換などを挟まずシームレスに移行し、同一ステージ内であればその時系列はエリア順に一定である。ただし、ステージ間に関してはこの限りではない。3つのボタンはさらに同時押し、A B, B, C、B、BC。 AC および ABC することによって最大7種類の特性の異なる攻撃を使い分けることができる。これに加え ABC の攻撃は一定条件を満たすことで特殊な攻撃に変化するためプレイヤーは最大8種類の攻撃手段を使い分けることができる。スコアシステムは多岐にわたり様々な側面から評価されるボーナスが設定されている一方で ただ万全と敵を撃破するだけでは高得点を獲得できないようになっている。また、スコアそのものも単なるプレイ内容の位置評価塾ではなく、経験値としてゲームシステムに深く関与している。本ゲームには、いわゆるランクシステムは搭載しておらず、ゲームプレイを通じてその難易度は一定であるため、プレイヤーが意識的にスコアを稼ぎ、装備を強化していくことによって、ゲームクリアは、 より要因になっていくようになっている。なお、本作にパワーアップアイテムは存在しない。ABC の3つのボタンの組み合わせで特性の異なる8つの装備以下、ウェポンを使い分けることができる。1種類のウェポンのみで全ての状況に対処することは困難であるため、状況に応じて適切なウェポンを使用する必要がある。それぞれのウェポンを使用して敵を倒したり、 チェーンボーナスを獲得すると、その得点は経験値として、ABC それぞれに割り振られる、ボタンに対応。例えば、A ボタン、バルカンを使用して、敵を倒し1万点を獲得した場合、A 経験値が1万点分上昇する。複数のボタンを使用する攻撃の場合は使用する、ボタンに対応する、各経験値に割り振られる。例えば B、C ボタン、 ホーミングスプレッドを使用して1万点を獲得した場合、B 経験値と C 経験値がそれぞれ5000点分ずつ上昇する。一定量の経験値を獲得すると ABC の核、ウェポンレベルが上昇する。レベルが上がることで威力や攻撃範囲などの性能が向上する。組み合わせによって発動するウェポン、AB などの場合は使用する。 ボタンそれぞれのレベルに応じて複合的に強化される。例えば A、B ボタンで発動するホーミングプラズマの場合、威力はウェポンレベル AB いずれも関与するが、ロックオンラインの展開範囲は B のレベルのみが関与する。以下の AC はボタンを押す。また、記号はそれぞれのボタンの同時押しの意味である。また、各ウェポンを使用して一定の条件を満たすことで特殊な、 ウェポンボーナスを獲得できる。詳細は、ウェポンボーナスを参照。攻略する順番ではなく作品内で設定されている。時間軸に沿った順番で、ステージ番号が設定されている。ゲームの流れとしては、ボスキャラクターとの戦闘が多く、ボス間の展開もテンポが速いことから、同社のエイリアンソルジャーに近い展開であると言える。前述のパズル要素、 パターン化の必要性などの特徴について、ディレクターの井内博士は、アイレムのシューティングゲーム、イメージファイトから影響を受けたことをインタビューで語っている。登場する、ボスキャラクターのデザインやネーミング、攻撃手段の多彩さも、本作の特徴である。デザインやネーミングについては、大回、十大回転、等のダジャレを、はじめ、R タイプの時期や、ゼビウスの、ボスキャラクター、 さらには、爆走兄弟レッツゴー。ウルトラマンティガ、ウルトラセブンの怪獣、カニエケ映像、今場製作所までをもオマージュしたとおぼしきデザインや、ネーミングがなされている。ボスキャラクターの攻撃手段についても、障害物をうまく利用しないと避けられない、行動犯が狭められた状態での戦闘、巨大な機体全体を利用して、押しつぶしにかかるといった変則的な手段に富んでおり、 後に同社がリリースした、イカルや、グラディウス V にも、同様の特徴を持つボスキャラクターの攻撃手段が、多く見られる。ボスの登場時には、ノーレフゲという警告が表示され、続いて、ボスの名称に加えて、BE アピチュードフォーゲンスという文に続けて、アドバイスのような文章が3つ表示されるが、これには、パロディやジョークが多く含まれている。 アーケード版及びその完全移植である、セガサターン版のアーケードモード、以下アーケード版では、1面、ステージ3クリア時に、ステージ2とステージ4のうちどちらの2面に進むかを選択し、ステージ4の方が難易度が高い。そのステージをクリアをすると3面、ステージ5に進みその後は1本道である、分岐ありの前後面制となっている。セガサターン版のサターンモード、 以下サターン版では、ステージ選択がなく、1面、ステージ32面、ステージ23面、ステージ44面、ステージ5、という順番で進む、全6面制。この他にも、サターン版ではいくつかのボスキャラクターが追加されている。プレイ時間は長く、通しての全面クリアには1時間ほどかかる。また、サターン版では、ゲームオーバージのスコアをセーブし、それを、 プレイ開始時にロードすることで、レベルの上がった状態で最初からプレイすることができる。追加要素として、アーケード版では語られなかった設定やシナリオなどが盛り込まれており、俗に完全版と称される。要所に、メッセージ性の強い会話が追加され、例としては、ステージ1の会話には、本作のディレクター江内博士の、切り捨て文化であるゲーム業界に対する悲観の意が、 込められている。ハードの末期だったことやシューティング全般の不遇などで生産数は多くなかった。移植の出来が良いこと、追加要素の充実などにより移植版は高く評価され、他のハードに移植されていなかったこともあり、中古市場ではプレミアム価格が付き高騰している。また、セガサターン版には各所にデモシーンとして、ゴンゾ制作によるアニメが追加された。 キャラクターデザインを担当したハンの画風をそのまま反映した映像である。本作はもともとタイムワーナーインタラクティブで制作されていた経緯もあってか、解説書テキストは天元のものを連想させる文体となっている。続編的位置づけの作品である、イカルが2008年より、XBOX ライブアーケード向けに配信開始されたのに、対し、本作は長い間。 原稿機への再移植が行われていなかった。これについてトレジャーは雑誌ゲイサイド2009年6月号に掲載された開発部インタビューにおいてサターンの BG 特殊機能を駆使してステージを構築しているのでその部分の再現が困難仮にオリジナルを再現できたとしても当時そのままの内容で受け入れられるのか疑問リメイク版を収録すると新作を一本作るのとほぼ 同じ手間がかかるといった理由を挙げており、再移植に関しては消極的な姿勢を見せていた。しかし、2010年の東京ゲームショーにおいて、トレジャーの手によるリメイク版を Xbox ライブアーケード向けに開発中であることが発表され、2011年9月14日よりダウンロード販売が開始された。ハードウェアの構成の丘に合わせた、 高解像度化及びそれに伴うテクスチャのリファイン、グローなどのポストエフェクトの追加などが施されているが、内容については、サターン版とほぼ同一である。グラフィック部分を除くサターン版との主な違いは、以下の通り、チェーンボーナスの仕様を、イカルのものと置き換えたエクスブロ版独自のモード。ただし、モードを選択可能にするには同じくスバックスライブアーケードで購入可能な、 イカルの実績を最低一つ解除しているゲーマータグでプレイする必要がある。従来のオリジナルモードではチェーンボーナスを維持するためには同じ色の敵を破壊し続ける必要があったが、イカルがモードではイカルと同様同色の敵の3機破壊を1セットとし、その区切りであれば色を変更してもチェーンボーナスは維持される。代わりに計算式が変更されており得られる。 チェーンボーナスは2チェーン数 -100 点、ただし25600点を上限とすとなっている、イカルにおけるチェーンボーナスの詳細については同項目を参照。ウェポンボーナスと打ち込み点は獲得できないが、ウェポンの経験値に関してはオリジナルと同様、スコアによって強化が施される。得点機会が大きく上昇した代わりに、ボーナスの上限値が低くなっており、 クリアに際しては、オリジナルモードとは別のパターンが必要となる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。